白いな。ひたたたたたた。痛くなさそうな。いやなんか人って辛い時小躍りしません？なんか漏れそうな時とか、信号待ちで漏れそうな時とか、あ一見楽しそうみたいな。で本気で辛いみたいな。あわかるかも。確かに確かに。じっとしてらんないみたいな。でも私、あでも私も人がおしっこ我慢してる姿とか見るの好きです。なんかこうもぞもぞするのとか、あおしっこ行きたいなこの人みたいな。並んでる時とかも私絶対ステップ踏んでます。ステップ面白いな。自分だったら嫌なんですけど、自分が平気で人のが辛そうっていうのちょっと楽しいっていうの確かにありますね。そうですよね、ありますよ、ね、ありますあります。で不幸になってほしいわけじゃないんだけど、うん、物当たりにすると楽しんでる自分がいる、うんうん、楽しんでる自分いる。確かに確かに、わかるわかる。あれですよね、だから本当に命に危険があるような場合は楽しんでらんないですけど、そうですね、なんかちょっとプチ苦労ぐらいの感じだと、そうです、ね、なんかね、まあまあ面白く見れるというか、そうなんですよね。ハプニング映像集とかも本当は大怪我してるはずなのに笑っちゃうのもちょっと人間のなんか心の闇ですよね。あ大怪我してるはずだったら笑えないことが多いかな。だからまずいとか、あのなんつうんすか、おしっこ行きたいとかぐらいの、うん、なんかその恥はかくけど命には別状ないみたいなやつがいいかな。あ私結構好きだったのが、はい、渋柿を食べさせられて、うん、あのすぐ切り替わるはずだったのが、あまずいで終わるはずだったのが、なかなかカメラが止まらなくて時間の関係だったのか、でアナウンサーとして口から出してはいけないっていうのと、今すぐ口から出したいっていうのをあの、ね、悩む女子アナがいて、はい、っていうのを見るのが楽しかったですね。結局あごめんなさいってベッて出すっていける綺麗な顔が歪むのも、ね、そうですね、そうですね、わかりますわかります。そうそうそう、女子アナっていうのがまたいい、ね、そうなんですよ、汚いおさがいと思う、ね、別にそれは何にも、うん、そうそうそう、やっぱそうですね、ちょっとやっぱ可愛い女性が苦しむっていうのはそうですね、うん、ちょっといいですよね。あとなるべく普段済ましてる人が、あーわかる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 、外なくこなそうとしたところをっていうのがいいですよね。いいですよね、うんうん、わかるわかる。うん、NG 集とかも私好きですもん。済ませてる系のというか、こんなセリフを言えないのかみたいな。すごい心が幸せになります。そうなんですね。人の恥とか苦労が。そう好きです。人の NG 大好きです。人の NG 大好きなんだ。なるべく怒られてほしい。ああなるほどなるほど。まあねでもなんかこう鼻を折ってやったみたいな感じはいいですよね。なんかこう自慢げな鼻をへし折ってやったみたいな瞬間、あの論破される誰々とか見るのも好きですよ私。確かにホリエモンに論破されて黙る誰々みたいな、シュンとなる、そうそう誰々涙目とか、それがちょっと好きですね。わ、ねうん、かります、わかります。自分も多分全然弁が立たない方なんで、うん、うん、言いまかされる側なんですけど、うん、それを忘れて、うん、言いまかされてる人のこう顔が真っ赤になる様子とかを見るのは好きですね。あのかっこいいのを楽しむこともできるし、うん、こう頭の回転が良くて弁舌が鋭くて、あの一部の隙もなく論破みたいな感じをやるなんかこう、まあ、優秀な方を見るのって、うんはどっちもいいですね。そのバカが黙るっていう感じとか、あのなんかヘリクツをこねるバカとかみたいな構図は結構好きですね。これもバカとか言うとまたね、なんか素人のバカさんがなんか芸能人に対してなんか論争するから、ああ分かる。アリオシとかがその辺のなんか頭の悪い女の子とかをちょっとした人に、なんだ歯が汚ねブスがなんか言ってんなみたいな言われ方を して愕然とする様とかを見るのは好きですね。あ分かります。だって素人さんってもうなんか怒ってるの、うんうん
出るじゃないですか。出る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 。あれ面白いですよ、ね。そうですね。ガチ感がいいですよ、ね。わかるわかるわかる。そうですね。あのタレントさん同士だとなんかちょっと事前のね打ち合わせがあったんじゃないかとか。明らかになった IQ 低い人がなんか会ったりするじゃないですか。そうですよね。まあ、キャラみたいのあったりしますからね。芸能人同士だとちょっとなんかね、うん、なんか苦しんでるように見せててもどうせ本当は大したことないんでしょとか思っちゃう部分ありますもんね。ありますね、うん、確かに素人はガチ感がありますね。今日口こっちどうですか。 あ大丈夫。あでも大丈夫です。おあ痛い痛い。油断した曲ね。ステッパーでも出ないですね。ここで小踊りを。あんまり暴れるとポロリするだと思って、はい、あーそういうことなんですね。前ポロリしてたから、ね、あー確かに確かに。あ痛い痛い痛い。私のことひんにゅうひんにゅうっていう人にただで見せたから、ね、そうですね。ちょっと小踊りを気持ちで抑制してるんですね。まああのちゃんと編集しますからね。はい、映らないようにしますけれども。はい。どうですかハンドリフレなんか全体としては。あ、うん、いいですね。あいいですか。はい、あよかったです。腕って一番なんか重たさ感じる、はいはい、ああわかりますわかります。引っ張られてる感ありますよね。もうそこ下がってくるというか。そう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 。でモーガンさんちょっとこう肩より前に来ちゃってるから余計に負担がかかっちゃうんですよ。重たく感じるんですよ。うん、うん、でも多いですよね。やっぱり何かしらするときって前で動作したりするので、うん、力入れてると余計癖がつくので、うん、そうなんですよ。こうやってこうあれですね、引いて伸ばすっていうのもありますね。あ、うん、大丈夫ですか。はい、じゃあこんな感じですね。ちょっと叩きます。でした。疲れた、ね、頭に叩きますね。一旦体を起こしてください。はい、はい、そちらに足を出してください。ちょっと肩叩きます。はい、お疲れ様でした。はい、Thank you.